どうもこんにちは、マイクラやってるかい？みんなは最近どんなマイクラの動画を見てる？ YouTube にはいろんな素敵なマイクラ動画が上がっているからな。みんなのおすすめぜひ教えておくれよ。実は3月までに登録者23万人を目指しているんだ。ただ1月は3000人くらいしか増えていないから、このままじゃ達成できそうにないんだ。まとめ曲を応援してくれる人はぜひチャンネル登録してくれよな。達成できたら何か特別な企画をやろうと思うぞ。シュルカーはジエンドにいる敵モブで、ゆっくりと飛んでくる弾を飛ばしてくるぜ。その弾に当たってしまうと、しばらく浮遊効果がついてしまう。まあ厄介な攻撃だよな。そのシュルカーが発射してくる弾だが、建造物に当たったらどうなると思う？みんなは考えたことあるかな？シュルカーの弾は追尾してくるから、多分建造物に当たることなんて全くないと思う。何も起こらないと思うかもしれないが、答えは次の映像でわかるぞ。すごいことになっていたぜ。シュルカーはプレイヤーと対峙した途端、すぐさま弾を発射するぜ。だがプレイヤーは慣れているんだろう。うまく弾を回避するぜ。その弾はまっすぐ飛んでいき、エンドシティに命中。そして、プカプカ浮いてしまう。プレイヤーはそれに驚いたのか、ボケーっと見るばかりだ。エンドシティは、ただただ飛んでいくところで動画は終わっている。あんなの落ちてきたらどうなるんだろうな。大惨事になること間違いなしだぜ。一応言っておくが、普通こんなことにはならないからな。村人は夜になったらちゃんと寝るぜ。すごく当たり前のことだけどさ、君たちは寝ている村人を無理やり起こしていないか？ベッドの欲しさで村人を叩き起こしてベッドを強奪したり、ただ単に殴って叩き起こしたり、好き勝手する人も中にはいると思う。ひどい人は水とか溶岩を流したりする人もいるだろうな。なんでこんな話をしたのかというとな、とある海外のプレイヤーが、寝ている村人にひどいことをしたからなんだ。簡単に言うと、隣にピストンを置いたんだ。それを作動させると、いやいやこれはありえないぜ。村人の後をついていくプレイヤー。村人がベッドで眠った途端、壁を壊してピストンを置くぜ。レバーで作動させると、村人の上半身だけずれてしまう。ベッドを破壊しても、元通りにはならない。何事もなかったかのように村人は歩いていくぜ。一体これはどういう理屈なのだろうか？というか、なんであの村人はまだ外が明るいのに眠ろうとしていたのか？昼寝なのか？この映像は、ネザーゲートを作ろうとしているプレイヤーの映像だ。もともとあった溶岩たまりから溶岩を救ったと思ったら、なぜか他の溶岩は黒曜石にしてしまう。黒曜石はちゃんとツルハシが回収するぜ。ちょっとよくわからないことをやっているんだが、これには全部意味があるんだわ。一体何が起こるというのか？一体どういうことなのだろうか？プレイヤーは黒曜石を使ってネザーゲートを作っていくぜ。そこは至って普通。だが、普通火をつけて開通するのに、なぜか溶岩をぶっかける。その途端、溶岩のポータルが完成。見た目は明らかに溶岩なのだが、ちゃんとネザーポータルのパーティクルが出ている。プレイヤーがそこに飛び込むと、周りが全部溶岩まみれの変な部屋に出てくるぜ。だが、触れただけで燃えたりダメージを負ったりすることはないようだ。チェストがたくさんあるんだが、その中にはなんと大量のダイヤモンドが、これは、プレイヤーが持っている隠しディメンションなのだろうか？だとしたら羨ましい限りだぜ。
マインクラフトではケーキを作ることができるぜ。他の食べ物系のアイテムと違って、ブロックのように設置することが可能。設置すると、その場でむしゃむしゃ食べることができるから、なかなか面白い仕様になっているぜ。それに食べたら結構お腹いっぱいになる。とあるプレイヤーの友人も、ケーキを作ろうとしていたんだが、その作り方がとにかくおかしい。明らかに普通のやり方ではない。ちょっとその様子をみんなに見てもらおう。もうすべてがめちゃくちゃだぜ。ケーキを作ると言っても、材料を集めるところから始めるらしい。しかし、小麦は泳ぎながら回収するし、鶏を巨大化させて無理やり卵にするし、砂糖キビを直接殴って砂糖にする、牛乳は牛を振って出す、すべてが力技だぜ。そしていざケーキを作り、設置すると、足が生えてトコトコ歩いていってしまう。二人はそれをボケーっと見ているだけ。取りに行かなくていいのだろうか？みんなわかっていると思うが、ケーキは置いても歩くことはないから、安心してくれ。マインクラフトをやっていれば、高いところから落ちることがあるぜ。下に水があれば落下ダメージゼロで着地できるが、何もない場合はかなり危険だ。場合によっては死んでしまう。それを防ぐために、水バケツとか色々な着地方法が編み出されているよな。でもさ、高いところから飛び降りようとしているのに、下のプレイヤーが着地場所にブロックを設置してきたら、もう対処しようがなくね。そう思うかもしれないが、海外のプレイヤーはそれに完璧に対処してみせた。ちょっとその動画を見てみよう。お分かりいただけただろうか？いやもう分かったよな。撮影者であるプレイヤーとその友人がめっちゃ高いところにいて、先にプレイヤーが飛び降りるぜ。遅れて友人が飛んでくるんだが、その前にプレイヤーがガラスブロックを置いて、めっちゃ妨害している。このままじゃ友人が死んでしまう、と思っていたら、友人はガラスブロックの上に普通に着地する。見た限りだとノーダメージだ。でも友人は怒っているようで。剣を持ってプレイヤーに襲いかかる。なんかアサギとかエモンみたいだぜ。というかなんで友人は落下してもノーダメージだったんだ？まさか、クリエイティブモード？レッドストーン回路に動力を送るには、スイッチやレバーなどといったアイテムが必要だ。中でもレッドストーンブロックは置くだけで動力を送れるため、とりあえず装置を作動させたい時などに使える、何気に便利なアイテムだと思う。そんなレッドストーンブロックを見て、一人のプレイヤーは考えた。レッドストーンブロックが大量にあったら、動力も倍増されるのでは？という風にな。早速友人と一緒に検証してみた。果たして動力は倍増されるのか？その時の動画があるため一緒に見てみよう。一体どういうことなのだろうか？動画の始まりからいきなり、レッドストーンブロックを積み上げる様子が映る。ある程度設置したら、レッドストーン回路を引っ張ってきて、木に接続する。するとその木は、途端にぐるぐる回り出すぜ。そして、その回転力を維持したまま空へ飛んでいく。まるでヘリコプターのようだ。まあそもそもレッドストーンブロックを重ねるだけで動力は倍増されないし、木はレッドストーン動力で回転しないぜ。みんなはワールドの端っこへ行ったことがあるだろうか？かつて古いバージョンでは、ワールドの端っこにファーランドがあったが、今では水色のボーダー柄のバリアみたいなものがあるぜ。プレイヤーはその外には出られないようになっている。しかし、
ある海外のプレイヤーは、そのワールド境界の外に出る方法を編み出してしまった。一体、どういうゲートを使ったというのか、気になるため、一緒に見てみようか。何をしたのだろうか？動画の始まりからいきなりワールド境界が映るぜ。それを見上げているスティーブ。すると次の瞬間、扉を開けるのと同じ感覚で、ワールド境界の向こうに行ってしまう。こんなのはまだ序の口。次はツルハシでワールド境界を壊してしまう。これじゃあ誰でも出入り自由になっちまう。一体あのスティーブは何者なのだろうか？もうあのワールドではやりたい放題なんだろうな。というか、ワールド境界がドロップアイテム化したら、どんな風に使えるんだろうな。そこが気になっちまったぜ。マインクラフトをやっていたらこう思ったことがあるんじゃないか？小さくなってワールドを探索したらどうなるんだろう？ってな、マインクラフトの世界には体を小さくする方法はないぜ。大きくなる方法もない。一応コマンドを使ったらできるかもしれないが、一旦それはなしで。でも、YouTube に投稿されている動画でな、プレイヤーとかいろんなアイテムの大きさを変えている動画があったんだわ。ちょっとそれを見てみようぜ。これは面白そうだ。動画の最初、プレイヤーはボートに乗って水の上をぷかぷか浮かぶ。その後、オカマに入った水のそばでボートを用意するんだが、この状況はよくわからないな。だがプレイヤーがとあるポーションを投げつけた途端、ボートが縮小、かなり小さくなっちまうぜ。続いてもう一度ポーションを投げつけると、今度はプレイヤーが縮小。そんで、小さくなったボートに乗るぜ。オカマに入っている水に浮かぶつもりなんだな。しかし、なぜか沈んでしまう。そこはさっきみたいにぷかぷか浮かぶわけじゃないんだな。絵画というアイテムがあるぜ。大小様々な絵を飾ることができる装飾品アイテムだな。まあ一部では隠し扉代わりに使ったりすることもあるかもしれないぜ。そんな絵画だけど、ウィザー召喚の手順を買いたいがあるよな。次はその絵に関する映像なんだ。あの絵はあくまでも、ウィザーの召喚ヒントとしてあるだけで、その絵単体で何かが起こるわけじゃないぜ。すごく当たり前だけどな。しかし、海外の動画ではそのウィザーの絵でとんでもないことが起こったんだよ。一体何があったのか、動画を見てみよう。ウィザーが召喚されちまったぜ。二人のプレイヤーは絵画を見てみたかったのか。適当に設置したブロックに絵画を設置していくぜ。最初は骸骨の絵、普通に飾ることができた。そして次の絵画、ウィザーの絵が出てくるんだが、なんか違うぜ。なんかこう、プレイヤーの方をずっと見ている感じだな。しかも真ん中だけない状態になっている。そこにウィザースケルトンの頭を置いてみると、なんとウィザーが召喚。これはおかしいぜ。スイカは現実世界では丸いんだが、マインクラフトでは四角形になっているぜ。まあこれはマインクラフトってゲームだからしょうがないよな。そんなスイカはジャングルバイオームで生成されるんだが、とある海外のプレイヤーが見つけたスイカは、どこか様子がおかしかった。一体どんなスイカだったのだろうか？その時の様子が動画にて残されているため、一緒に見てみよう。
スイカが逃げてる。プレイヤーはジャングルバイオームでスイカを集めているぜ。スイカが好きなんだろう。だが一つのスイカを斧で壊そうとした時、突如として動き出してしまう。あっけに取られるプレイヤー。すぐ追いかけるぜ。だが、スイカは意外にも軽やかでどんどんジャングルの奥へ進んでしまう。その途中で動画は終わっている。あのスイカは、何かしらのモブだったのだろうか？謎しかないぜ。トロッコは移動手段として欠かせないアイテムだぜ。プレイヤー一人しか乗れないほど小さいものだが、どんなレールでも壊れずに走るから、トロッコは優れものだぜ。村人トラップを作る場合は、村人の運搬としても使うよな。そんなトロッコだが、とあるプレイヤーはトロッコの変な特性を目撃してしまった。一体それはどんなものなのか。それはおかしいぜ。プレイヤーがパワードレールの上にトロッコを置く。パワードレールを作動させたかったのか。レバーを取り付けてガシャガシャするぜ。パワードレールは確かに作動するが、トロッコは動かない。まあ押し出さなきゃ発進しないぜ。それが気に入らなかったのか。プレイヤーはトロッコを攻撃。すると、攻撃を食らったモブみたいに一瞬赤くなるぜ。次の瞬間、足が生えてくる。とことこ歩き出していく。トロッコはエンティティという扱いになっているが、断じてこういうことではないぜ。勘違いしちゃいけないんですわ。マインクラフトのマルチプレイでは、当然いろいろな人がプレイするぜ。そこには優しい人もいれば、悪い人もいる。不特定多数の人が遊ぶため、こればかりはしょうがない。だから、マルチプレイをやっていると、嫌なことをされるかもしれないぜ。とあるサーバーでは、プレイヤーのいたずらが横行しており、サーバーの主は頭を抱えていた。しかし、そこでとあるモッドを導入してみることにしたんだとか、それが効果的面、いたずらをする人は減ったという、一体どういうモッドなのだろうか？これは画期的。撮影者であるプレイヤーが家に近づいていく。いたずらをしようとしているんだな。他プレイヤーの家だと確認した瞬間、TNT を設置して着火。しかし、TNT はプレイヤーの後を追いかけてくる。結構しつこいな。必死に逃げ切った後、TNT は見えなくなる。安心していると、プレイヤーの背後にいた。動画はそこで終わっている。これは、あまりにも強すぎる仕様だぜ。続いてはめちゃくちゃ不思議な動画なんだが、かなり見応えがある動画だぜ。とあるプレイヤーが洞窟に入り、ダイヤモンド鉱石を掘るんだ。だが、掘った途端落ちてしまう。そこからがすごいんだ。ちょっと見てみよう。これは見事だぜ。プレイヤーが足元のダイヤモンド鉱石を掘った途端、落ちる。とても広大な洞窟に出てくるも、真下は溶岩。このままでは死んでしまうと思っていたが、溶岩を通り抜けてオーバーワールドが、こんな感じでいろいろな世界を駆け巡る。駆け巡るというよりは、落ちていくな。最終的には、ヘロブラインが目撃されたあの場所へ、ヘロブラインらしき人物へ近づいていくと、地面に穴が、そして、そのまま最初の洞窟に戻ってくるぜ。おそらくこれは編集でこのように作られているんだろうが、すごく面白いぜ。
続いては奇妙なマインクラフトというより、検証のようなものだぜ。簡単に言うと、エンドポータルにアイテムが吸い込まれてしまう、そんな内容だぜ。結構面白い動画のため、一緒に見てみよう。実に面白い。まず、二つ重なったエンドポータルフレーム。普通に考えれば二つのポータルが一度に開通しそうだが、そんなことにはならなかった。続いて村人たちがいるところ、なんとも残酷な結果になりそうだが、意外にもポータルは開通しない。逆に岩盤が敷き詰められているフレームや、鍾乳石が敷き詰められているフレームは、普通に開通して中にあったものが消えてしまう。実際にこうなるのかどうかは、検証してみないとわからないが、面白い結果だぜ。時間があればアサギたちにやらせてみようか、それともまとめ曲の方で検証してみようかね。今回の動画が面白ければチャンネル登録を。